犬もいるよ。あるくん、あるくん、あるくん。よいしょ。おいでおいで。おいでよ。おいで。なんかもう抱っこすると最近怒ってるって思われる。怒られるって思うからできない。最近抱っこ嫌がるの、なんかね。噛み癖がまだね治りきってなくて。あの本気が見した時に怒るんだけど、その時にこうガッて抱えてダメでしょって言うから、そうしてたらね抱っこ怖がるようになっちゃった。そう、反抗期、イヤイヤ期かな。でも犬のイヤイヤ期ってこれぐらい、今9ヶ月なんだけど反抗期かもしれん。アルくんかわいい、アルくんかわいいよ。いやいや期かな。初見さん、ビッ、ん？ビップ？こんばんは。こんばんは。先日のライブで気になったのでフォローしていました。ありがとう。嬉しい。何のライブだろう。こんばんは。かわいいおじさん。パグだからね。そう、パグ飼ってるんです。さえちゃんイヤイヤ期。俺も抱っこして叱ってすみません。M だ。しつけは大事よね。うちのワン、うちは、あ、うちのワンコは失敗しました。あ、そうなの。しつけ失敗したんだ。でもなんかどうなんだろう、大人になったらもう言うこと聞かなくなっちゃうのかな。やっぱなかなか子犬の時からしっかりしないと。なんか保育園とかトレーニングなんかするところとかに通わせるといいとは言うけどね。噛み癖ぐらいだったらトイレとか。人間もいやいや気あるからね。そうね。ロワッソ熊本乾杯でピエンです。慰めてください。今日ね、私ちょっとライブだったか余裕がなくてツイートとかできてなかったんだけど、そうですね。今日はきつかった、厳しかったね。結構戦いが厳しかったです。私前半しか見れてなくて、なんか空き時間でちょこちょこ見てたんだけど、前半の30分ぐらいしか見れてなくて、で0-0で、その時はで、なんか前半終わってでも多分0-0だったのかな。なんかまた今から見直すんだけど、0-0 だったけど、 なぜか終わったらもう3-0になってて、はっってなっちゃった。どうしたの、うるさいよ。そう、ちょっとねびっくりしちゃった。しかも今日ホーム戦でね、結構多分ね1万人は入ってたんじゃないかな。多分なんかダゾーンから見ててすっごい入ってた人が、サポーターさんめっちゃ来てたから、なんかね厳しかったなと思って、まあ、またね切り替えて次買ってもらって、次がいわきだったかな。私ね、いわき線行きたかったんだけどね、どう頑張っても無理なんだよね。めちゃくちゃ電車調べたんだけど、ワンチャン、ワンチャンとか言っちゃう。あの、ワンチャンス。ワンチャン前半だけ見に行けないかなって思ってるけど、なんかそれで遅れたりしたらライブ出れなくなっちゃうから怖くて行けないんだよね。その日もライブで、いわき線の日が6時、18時からライブがあって、ライブがね神田だから、神田のホールでやるから、あの上野からいわき、あの湯本か、湯本まであの1本で行けるんだよね。2時間半ぐらいかかるかな、なんかね特急があって、それで2時半の電車に乗ればまあ間に合うんじゃないかなっていう、入り時間に間に合うんじゃないかなってめっちゃ考えてたんだけど、なんかもしそれでね、なんか電車遅れましたとかなってさ、
ライブで出演できなかったらね、さあちゃんサッカー行っててライブ出演できなかったみたいになっちゃうとね、ちょっといろいろ良くないから怖いんだよね。今日ファーストさん見れてないんだよ。2部だよね今日。私1部だったから帰ったの。ビギナーさん、タロン、はじめましてだよ、はじめまして。サッカー見ててライブ飛ばすのは新しい。いやいや、もうそんなのできない、できないクビになっちゃうよ私。あ、そう、今日広瀬さん来てたみたい。お会いしたことないんだけど、なんだっけ、の人だよねあまり聞いたことないんだけど、今日ハーフタイムショーやってたみたい。動いてるさっちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。七瀬ちゃんに会えてないよ。 LINE した、 LINE はしてた。うーん、ネットニュースなりそう確かに。俺は遠征で1本でも電車遅れたら会社間に合わないっていうスケジュール立ててるぜそうなんだ。出番遅らせてもらえたらいいですよね。いやいやいやそれはそう、だからその日のライブがね、出番が8時とか7時とかだったら行けたんだけどね、ちょっとね、出番が6時だったから厳しいなと思って。6時にライブだったら大体1時間半前ぐらいとか1時間前とかにね入りするだろうから、ストレッチとか準備とかね、ヘアメイクもあるから。あー来たかった、いわき、いわきだったらいけるとか思ってたんだけどな。私次いつスタジアム行けるかな。昔のアイドル番組で新幹線降りるところからでは始まったことがあったらしい。そうなんだ。遅れたりとか。今日ちゃんと歌いすぎて声枯れ死にました。久々だと辛いサッカー楽しそうだな、見に行ってる人は。なんでそんなに可愛いんですか。いやいや全然。なんか実はほんとさっきまで、あ、さっきまでではないな、あのね、私告知ツイートした時間ぐらいだから、私が、あ、 TikTok さっき上げたんだけど新しいやつ、その前ぐらいは私もう爆睡してましたよ。2時間ぐらい多分寝てたと思う。疲れ切って今日朝めっちゃ早かったの今日の服色使いがおしゃれですね。え、本当？なんか今日の服めちゃくちゃラフなやつやけど。どこでもドアが欲しい。本当わかる。でもせっかく見るなら後半だけの方がまだいい。そうなんだよね。前半だけかって思っちゃうから。前半だけなんだよね多分見れても。前半の途中で出ることになると思う。そんなの嫌じゃん。
私の理想はね、あれだったの、いわきに行くときは湯本だから温泉とかあるかなと思って近くの温泉行こうとしてたもんダメだった。いわきは福島なのか、確かになんかそんな感じしてきた馬場バンビクラスのアイドルでも公共の移動手段なんですねいやいやどのクラスよ全然電車大好きだよ、電車大好き、電車ラブ。今日は車やったけど、TikTok にあるくんだそう。今帰宅したわけではないのか。あ、うん、あそこの私のシェアの文章適当だからね。顔出し配信珍しい。そう、珍しいの。バイ寝てください。はい、あるくんなんか食べて、ね、なんか食べて、あるくん何食べてるの。何してんの、何してんの、ダメでしょこれ噛んだら。はるくんカバン噛んでた、カバン。ダメだよ。はい、ダメなことしたね。こんばんは、タグのアルトくんです。臭い抱っこ嫌だもんねあっち行っちゃったこんばんは、ね、日帰り温泉したかったな。ヘリコプターは持ってません。そうなんだね、サッカー後半に動くこと多いから後半見たいよね。湯煎には浸からないけど温泉には入る。温泉は好き結局広いとこは好き。あるくんがダメなことした。ダメダメ。あるくん構わなすぎて多分あれだね、もしかしたら嫌だって言ってる。うん、カバン食べてた。 GTO こんばんは、こんばんは。今日髪型もあってめちゃくちゃ似てますねあんまパグと似てるって言われてもそんな複雑だけどね。え、そうなの、なんかパグってここのシワのとこがめっちゃね臭いんだよ。でもなんかね癖になるよ、なんか匂ってたら癖になる。ポップコーンの匂いする。こんばんは。はるくんしけてるのか。でもパグすごいね、なんか表情豊かで、なんだろう、わって怒るとすごいなんか不機嫌になる。めちゃくちゃ拗ねたり、あとはなんか眠そうな顔、なんか寝たふりみたいなしたり、すごい気まずい顔とかしたりする。お、餌が出た、餌が
忘れてた、設定解除するの。今年行ったけど黒川温泉めっちゃ良かった。あ、黒川温泉、熊本だ。黒川温泉行きたいんだよね。山川温泉は行ったことあるけど。ね、お風呂は広いとこ入りたい。え、ジムってお風呂広いの？そう、毎日顔拭いてあげないと結局パグはめっちゃ臭くなるよ。なんかポップコーンのなんか癖が強いポップコーンの匂いすんの。そう、香ばしすぎる匂いがする。怒られると寝たふりするよね。そうなの、なんかワンちゃんはそうなのかな。みんなシワのとこ拭いてあげないと病気になるっていうよね。うん、なんかね、ニキビとかできやすくなっちゃう。なんか可愛くない？犬もニキビできるんだよ。めちゃくちゃできやすい。皮膚がね弱いから結構。リラックスできない。え、でもさえね、熊本帰った時にさえ実家市内なの。だからリラックス、まあ、近くはないんだけど、リラックス毎日行ってた。リラックスで毎日サウナ行ってた。温泉っていうよりはサウナ行ってました。熊本実家帰った時はそうしてた。お風呂大きい豪邸に引っ越す。え、引っ越したい。あ、うるさいおもちゃ持ってきたな。あ、バター醤油ポップコーン食べたくなってきた。ペット家の旅館増えてますよね。うん、でもあんまりお泊まりしないからちょっとわかんないけど。他の犬の匂い嗅ぐと嫉妬する？えー、しない。うちの子しないかも。なんかうちの子嫉妬しないんだよね、多分。嫉妬しない、多分嫉妬しない。私何分までしようかな、何も決めてなかった。40分になったら、あ、違うか、ちょっと待ってね。あ、でもそれくらいかも。40分になったら壇上の人呼んでいきますね。なんかアルくんピーってなるおもちゃで遊んでる。うるさくてごめんね。あんたどこまで読んだっけな。サウナーなの？いやいや、サウナ別に詳しくない。ただなんかねゆらリラックスのなんかサウナが結構有名らしくて、あ、行ったことないなと思って一回行きたかったんだけど、行ったらなんかハマっちゃった。でも別にこっちで特にサウナめっちゃ行ってるわけじゃない。なんかサウナ本当に好きな人ってすごい、なんか水風呂とかもキンキンのやつ入るし、なんか超熱い、何ロウリュみたいなのもさガンガンやるじゃん。そんなのは多分できない。ございました。あ、バッテンの湯もねあるよね。最近サウナよく行ってるね。キシミュとは行かないの？いや、行かないかな。キシちゃんほどサウナ好きじゃない。キシちゃんめっちゃサウナ好きだよね。大理石のお風呂は入浴剤使えない。へえ。
大理石じゃないからな。40分ならちょうど家に帰れます。ありがとうございます。お気をつけて。噛んだら鳴る。これで遊んでると。ちょうだい、アルくん、これちょうだい、ちょうだい、これ。アルくんめっちゃかまってかまって遊んで遊んでにめっちゃうなってる。おもちゃ返せって言ってる。あげた。こんばんは。そう、アルくんね、うるさいうるさい。し、今ちょっとし配信してるからすごい瞬間見れた。そうなの、あるくんすごい飛びかかってくるから、おもちゃで、おもちゃフリフリしてたら。かわいいでしょ。さえちゃんの大声大好き。大声あんま出さんけど。目がマジマジに見えるよね。アルくん目出てるから。なんかアルくんとチェキ取りたいとか、アルくんと会いたいって人めっちゃおる。可愛いよね。でも犬今めっちゃ、でも多分ね、今はあのおもちゃに夢中やけど、なんか他のおもちゃをフリフリしたらそっちに寄ってくると思うんだよね。これは興味ないこれは興味ないみたいな。興味ない、興味なかった。フリフリしてたら大体来るんだけどな。モグラコロッケいらない、いらない、いらない、いらないみたい。あ、撮ってた撮ってた撮ってた。でもやっぱりこっちの方がいいかもしれない。髪型すごく素敵です。ありがとう、嬉しい。じゃあ僕がもらいます。そう、嬉しそう。すごい遊んでる。なんかさ、これでさ遊んでるとさ音がすごいからさ、みんなねびっくりしちゃうよね。目が怖い。なんかこのうなってる声はなんか遊んでる時にね、うーって言うんだよ。うー、噛まれない噛まれない、大丈夫、噛んだりしないから。甘噛みとかはするけど。強い強い、アルくん。そうそう、なんか遊んでるって思う時にもね、うなるよ。別に怒ってるわけじゃないから遊んでる、遊んでる時にね言うの。負けそう負けそう。全然今日配信に集中できてない。お目目出ちゃう。そう、お目目が出そう、こぼれそう。
そういえばうなってるあるくん初めて見たかも。あ、本当？めっちゃ遊んでるときはうなるよ。今めっちゃ可愛い。ちょっと40分になったら教えてください。私絶対あれかも、見つけきれない。なんか時計のね表示ができないんだよね。うちの犬は俺が抱っこしようとするとうなる。切れそう嫌いなんだよそれは嫌いなうなりだね。シャカシャカ系のおもちゃの方が夜にはいいかもね。シャカシャカ系のおもちゃどこやったかな。なんかね、あるくんがいろんなとこに持っていくから、なんか部屋中におもちゃが落ちる。多分シャカシャカおもちゃは今飽きてるからあれなのかも。寝室にある、ね、犬の全力すごいよね。遊んでほしいんだと思う。飼い主はその勝負に常に勝たないと下に見られるらしいよね。でもなんか可愛いからなんか負けてあげたくなっちゃう意外と甘やかしだから。もう少し大きくなったら本当にさえちゃん負けそう。え、本当に力強いの今、めっちゃ強い。でもだいたいお菓子あげとけば言うこと聞くからね。あと最近ご飯って言葉に反応するような、めっちゃこっち見た。なんかご飯って言うとね、え、ご飯って思うんだよね。ご飯食べたから。でも朝なんかそのパグだからさ、めっちゃ寝ちゃうんだけど、なんか「あるくんご飯って言ったら、あの走って出てくる起きなさいって言っても起きない時はもうそういう。23時にあかねんが配信やめたのは暗黙の何かがあるのかな。いや全くない。配信してんの知らなかったなんかメンバーとかと被ったりとかね、たまたま入れ違いとかなったり配信するけど、何も話し合いしてないから。さすがになんか記念日配信とかだったら話し合いしたりするけどね、何時にするとか。うちの犬はご飯食べてるとき近づくとうなってた。取られるって思っちゃうんだろうね。うなってると遊んでるようには見えない遊んでんだよ。うちの犬は魚のおもちゃくわえて鬼ごっこしたがる。かわいい、猫みたいうちの犬は何をしようと泣かなかった。へえ。パグもね結構犬種的にね泣かないんだよね。あんまり泣く犬じゃないんだよね。だからそれは助かってるかも。チワワとかはめっちゃ泣くけどね。パグにしては大きい。え、うちの子もめっちゃちっちゃいんよ、パグなのに。私ね結構もともとは大型犬とか小型、中型犬ぐらいが一応小型犬なの、この子。なんか今9ヶ月だけど体重が5キロなくて、そう、なんか、ね、心配もしてるんだけどね。なんかご飯食べさせてるし、なんか残したりするしないんだけど大きくならないんだよ。なんかもう6キロぐらいあってもいいのに、ちょっと小さいんだよね平均より。うちの子はマンマで覚えてる。え、赤ちゃんみたい、かわいい。え、そう、すごいご飯に反応する。最近は何の芸を練習してますか。でもやっとなんかチーンができるようになったから、それかな。
なんかチーンってね、なんかベルみたいなのがあって、そのベルをチーンって鳴らしたらおやつあげてたの。去年ポコチャデビューしてたよ。ポコチャデビューしたの。ポコチャ、ポコチャって配信だよね。あーもう私ね、すっごい多分ね、情弱だと思う。なんか今日ね、メンバーもね、なんかね、ポコチャ始めてたみたいな感じの話をしてた。アカネンが、多分アカネンの話だわ誰の話をしおるんかと思っとった。アカネンの話か。あ、エレン、ハロー、ハロー、初見さん、こんばんは。近藤さんと並ぶと大きく見える。あとはね、まあ、この画面いっぱいにパグだとね、大きく見えるよね、やっぱり。うちの犬はご飯の準備をしてるとテーブルの足をめっちゃかじるからテーブル剥げちゃった。それはちょっと危ないよね。なんかかじって、なんか美味しくないし。うちの犬は最終的に近所の人に噛みついて保健所送りの。え、それどうなるの？大丈夫なの？男の子で小さいの心配ね。なんか病気とかなんないのかな、ちっちゃすぎて。めちゃここで今ね、ずっと暴れてんの。遊びたいんだろうな。太ると地面につく、ん？あ、太るとお腹が地面につく犬もいる。チーンの動画見たいです。え、本当にチーンできるよ。え、ちょっと待って、じゃあ最後にチーン見せるね。あの、多分できると思う。なんか撮影しながらあんまりやったことはないけど、多分ねできるから、これあの壇上読んで告知とか自己紹介終わったら、あるくんの芸をちょっと見せるね。あ、ごめん、40分になってた。すいませんね、ちょっと壇上の人を一旦読んでいくね。よいしょ。13位から読んでいきます。13位がシロップです、ありがとう。12位がほうれん草です、ありがとう。11位がマー君です、ありがとう。10位がカドマチュマチュです、ありがとう。マチュで、9位がよしき君です、ありがとう。8位がヤマビーです、ありがとう。7位がイオリン、ありがとう。6位がキンピです。あーん、ダメ5位が MJ です、ありがとう。4位が南風パワー、ありがとう。3位がともちんアナゴです、ありがとう。で、2位がポニョちゃん、ありがとう。そして第1位がどこ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 ってこうちゃんです、ありがとう。はい、誕生以外の方もコメントくれたり、お星様とかカウントとかありがとうございました。こうちゃん、あるくんとはさやちゃんとの、何これ、移住権をかけてそろそろ戦わないといけない。はあるくんとはさやちゃんとの移住権をかけて、ちょっとあのもうちょっと日本語を勉強してきた方がいいそんなことでないから、そんなことで戦わなくて大丈夫です。その戦いは、あ、居住権か、移住権居住権ってあれか、一緒に住むやつ、一緒にこうちゃんとは住まないから大丈夫。
アルくん、アルくんに権利がある日本語勉強した方がいいのさえも一緒やったはい、あの多分ね、あのこうちゃんには移住権が、あ、移住じゃない、居住権ないので、こうちゃんのことバカにしていいよ、そんなのないよ、そんなのないよってじゃあ今日はこうちゃんが1位でした。あ、なーに、あ、これは甘がみなのか、大丈夫、痛くないやつ。今日はこうちゃんが1位でした、ありがとう。遊んでほしいんだろうな。壇上の人も読めたので自己紹介と告知をさせていただきます。アイドルグループババババンビの紫色担当、近藤紗友子です。普段はババババンビっていうグループでアイドル活動をメインに活動しているんですけど、 Twitter、Instagram、TikTok やってるので、よかったら SNS の方もチェックしてみてください。ショールーム配信は毎日配信をしているので、もし気になってくれた方はまたいつでもルームに遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。熊本県出身です、もっこす。はい、で告知の方なんですけど、6月10日に、青色担当港美桜ちゃんの生誕祭が新宿ブレイズであります。でこちらの方がチケットの一般販売の発売、一般販売の方が始まりましたので、あのぜひもしね、まだ迷ってるなって方とかはぜひ来てくれたら嬉しいです。翌日は6月11日、ファンミーティングというイベントも初めてあるので、ちょっとどんなイベントか私たちもまだわからないんですけど、あのぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。アルくんがなんかめっちゃなんか髪出した。うん、ぜひぜひ。なんかみおちの生誕だけど、あの定期公演なので、生誕祭が一応だからバンビの曲もねいっぱい聴けると思うし、あのみおちもなんかいろいろ今準備してるので、ぜひ遊びに来てもらえたらなと思います。そしてまだ言えないんですけれども、6月じゃない、7月のアルくん、噛んじゃダメ。7月の9日ねにの予定を、開けててもらえたら嬉しいです。まだねちょっと内容言えないんですけど、年に1回の素敵なイベントが、楽しみにしてるイベントがあるので、よろしくお願いします。怒られてる時の顎肉めっちゃ好き。あるくんね。でもそんな感じです。で、あのイベント情報、危ない、今噛んだ。ライブ情報とかイベント情報とかは随時、公式ホームページのスケジュール、カレンダーのところにあの更新されていくので、ぜひそちらをチェックしてください。よろしくお願いします。そしたらこの辺で終わりにするので、最後にアルくんに、アルくんの芸を見せようかな。どう見せようかな、ちょっと待ってね。アルくんちょっとお座り、はい、お座りして、ちょっと待ってね。ほら、みんなにチーンってするとこ見せようよ。チーンってしよう。よいしょ、おやつをちょっと待ってね、皆さん。どんぐらいかな、ちょっと待ってね。今おやつの準備してる。ちょっと待ってね。よいしょ。
乗らないテーブルに。よいしょ。ちょっと待ってね。よいしょ。どうしようかな。この辺広く使えばできるか。ちょっと待ってね。映っちゃいけないものは特にないんだけど。あ、これ映ったらいけないかな。ちょっと待ってね。とりあえず一回外カメにしないとあれだね。家の広さバレますよ。狭いやろ。見てこれ。天井ここよ。めっちゃ狭い。ちょっと待ってね。ピッピッ。あれ、外カメにならない。ほい。あれ。あ、なったなった。よいしょ。これアルくんと引っ張り合いするタオル。どうしよっかな。じゃあ。アルくんお座り。早くお座り、早くお座りでね、チンがね、あ、まだチン違うよ。アルくんお座りしたまんま。早くお座りは、お座り、お座り、お座り。あ、まだ言ってないよ。言ってないって。チン。まあいいか。はい、はーい。アルくん、早くお座り。違う、チンまだだから。待て、アルくんお座りは、ちょ、大興奮。アルくんチン。よし、行こう。あー、ごめん、落としちゃった。どこ行ったかな。あれ、あ、ごめん、こっち。何も言ってないよ。よいしょ。アルくんお座り。アルくんお座り。お座りは伏せじゃないから何も言ってないんだけど。アルくんチーン。はい、よし。とりあえずしとけばいいって思ってない？はい、アルくんお座り。違う。絶対押したらもらえると思ってるでしょ。ダメだ、全然覚えてないな、これ。チーンチーンチーン。もう可愛いからあげよう。こんな感じですね。チーン。はい、じゃあ今日はこの辺で配信終わりにしたいと思います。ババババンビの近藤紗友子とアルくんでした。バイバーイ、バイバーイ。アルくん、ちょっとうちに直そうかな。アルくん、アルくん、アルくん、バイバイってみんなに。アルくん、何？はい、アルくん、お座り、お座り、お座りしないの？もう押さないって分かるとしない。お座り。お、した。お手。ありがとうございました。バイバーイ。